はい、どうも、ティカでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、9月13日の15時に登場となった5名能力チェックやっていきたいと思います。はい、というわけでね、ウィルカーソン選手に関してはね、軽くショート動画で喋ったんですが、もう一回触れていきたいなと思います。で、計算方法に関してはね、前回のこの5人プラス西純也選手の能力チェックやった時にもね、あったんですが、こちらの表で計算することができるんで、よければ参考にしてください。それでは能力チェックの方やっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは阪神ウィルカーソン選手です。9位から75、72、72の称号で9位制球同値や9位スタミナ同値が狙えます。投手適性が先発のみで、球種が前回はサークルチェンジだったんですが、今回はチェンジアップになってます。で、あとね、前回は B 球種なかったんですが、今回チェンジアップが B 球種になって出てきました。で、特殊能力が超伸び20丸、奪三振打たれ強さとなってます。というわけで、球種的に見たらリアタイはきついですかね、特殊能力的にも。で、ただ、表の3ステを見る限り、リーグ的には必須かな。球威制球同値っていうのがね、おそらく今年の純正最強決定戦では上位を取るには必要になってくるのかなと思ってるんで、ウィルカーソン選手必須かなと思いますが、 A ランクがねまだ1回も排出されたことがないので、もう本当にここのね同値を決めるっていうのはめちゃくちゃ大変なことかなと思います。でシリーズ1でもね S ランクしか排出されてなくて、 S ランクだけでね極めたっていう人もねちらほら見かけてたんで、まさかね最強決定戦前にねもう1回ウィルカーソン選手が、しかもシリーズ1で出てきた時はね74、73、72だったというわけで、まだね同値が決めやすかったんですよね。でも今回球威がプラス1、制球がマイナス1されたことにより、球威制球の差がね1から3に広がったので、本当称号っていうのが精密機械か丁寧な投球になっちゃったんで、だいぶね同値っていうのがきつくなったかなとは思います。でもしねウィルカーソン選手がね対談っていう運びに今後なっていった場合、 A ランクのね追加時期によってはね出ない可能性があるんですよね。例えばね2019年のメッセンジャー選手ね2019年限りで引退されたというわけで、ここでね S ランク追加されてました。で巨人を見てみると、ここはメルセデス選手が来てました。でメルセデス選手の A ランクはここで排出されていて、ここではねガルシア選手が来てました。で逆にね2019年限りで阪神を退団したジョンソン選手やドリス選手、この2人に関してはまずねドリス選手の A ランクが5ポジション目、ジョンソン選手の A ランクが7ポジション目で登場していました。なので退団がね発表される前に A ランクが排出されていたので、この2人は通常の A ランク排出ありました。というわけでね、もしウィルカーソン選手がね今後退団っていう運びになった時に A ランクが排出されているかどうかっていうのはね注目の一つのポイントかなと思います。それでは A ランク以下行きましょう。計算方法はさっきの表です。というわけでまずは糸原選手です。糸原選手弾道低弾道のミートが74、61、70となります。というわけでシリーズ1ではね、ミート76、パワー62だったんですが、ミートがマイナス2、パワーがマイナス1されて登場する予定です。というわけでね、シリーズ1ではね、もしスペシャルレアリティの方で出てたらね、ミート77で、称号でミートで狙えるぐらいはあったんですが、残念ながらね、ここはミート74に下がりました。で、守備適性がね、メインがセカンドからサードに変更されました。で、ショート適性が消滅しました。で、サード適性が61、セカンド適性が52というわけで、使うならサードがいいかなと思います。ただね、ライトで登場した佐藤選手に関しても、ライト53のサード60だったんで、守備範囲的にね、二人ともサードで使った方がいいような選手なんで、このサードっていうところに関しては、シリーズ2さらに難しくなってきたかなと思います。で、意外だったのがね、ファースト適性つかなかったところですね。佐藤選手に関してはね、オープン戦で1試合だけやって、公式戦で守ったのがね、8月の末のバンテリンでの中日戦だったので、査定が間に合わないのはわかるんですが、糸原選手に関してはね、7月ぐらいにファーストを守ってたんで、シリーズ2の査定っていうところはね、ギリギリ間に合うかなと思ってたんで、ここがついてないっていうのは少し意外でしたね。ただね、 S ランクが来る際にもしかしたら適性がついて出てくるっていう可能性はゼロではないかなと思います。で、裏の3ステが補給から62、58、48となります。で、特殊能力が粘り打ちというわけで、第一がね前回チャンスメーカーだったんですが、今回超粘り打ちになって登場します。続いて抑え岩崎選手です。9位から76、80、65で登場します。というわけでシリーズ1から9位がマイナス1、制球がプラス6されて登場します。というわけでデフォルトで制球 A になりました。で、一応ね称号で9位制球同値っていうところは狙えるんですが、79同値です。いやー、岩崎選手に関してはね、一時期デフォルトで9位 A だったんですがね、ついにここでデフォルトで制球 A、さらに9位 A っていうところが狙えなくなりました。ここで77から76に下がったっていうのはね少し痛いところかなと思います。阪神純正結構ね9位 A っていうのが今まで多かった印象なので、岩崎選手がね9位 A 狙えなくなったっていうのは少しねオーダー作りが厳しくなった方もいるんじゃないかなと思います。で、投手適性が抑えメインで
中継ぎも限界突破なしで OK ます。で、球種のは特に変更なく B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力シリーズ1は伸び20丸奪三振対ピンチだったんですが、今回第一特殊能力が重い球で登場しそうです。続いてレフト小野寺選手です。で、小野寺選手の枠に関しては他球団を見てる限り、まあ野手枠っていう形で登場したのかなと思います。で、小野寺選手ね、シリーズ1覚醒で登場しているので、そことの比較していきたいと思います。まず弾道が中弾道でミートから55、60、71となります。というわけで総力がプラス1されて今回登場しています。で、守備適性はメインがライトからレフトに変更されてセンターが消滅しました。いやー、センターは2軍で確か守ってた気がしてるんで、ここ消えるのは少しびっくりしましたね。まああとはね、ショート適性ワンチャンつくかなと思ってたんですが、ここはつきませんでした。で、守備範囲がレフトとライトが58、サードとファーストが55となります。というわけでレフト58なんで、特殊でレフト C が狙えます。今回ね、レフトとライト適性上がりましたね。前回がね、両方52だったんですが、今回58になったというわけで、まあ S ランク出てきたらレフト C は狙えます。で、裏の3捨てが補給から45、52、67となります。で、 C ランクなんで特殊能力は分かりません。一応覚醒出てきた時は粘り打ち対左投手逆境でした。最後は D ランク先発小川選手です。小川選手に関しては S ランクはまだ一度も登場したことありません。というわけで9位から73、64、58で登場する予定です。で、投手適性が先発メインで突なしで中継ぎ可能となってます。で、球種の方がこんな感じで豊富です。まあ初めてね、下位ランク登場した時にはこのパワーチェンジっていうのが少し話題になりました。で、特殊能力は分かりませんというわけで、まあおそらくね、今季の S ランク登場っていうのはないんじゃないかなと思いますが、まあ今後出てきたらね、面白い選手ですし、まあ阪神純正でね、コストリーグ挑んでる方なんかはね、シリーズ1の D ランクから継承するなんて方もね、いるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は9月13日の15時に登場となった5名の選手の能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、個人的にね、まあサード糸原さんっていうのは前回ね、山本さんの追加された時の動画でね、言ったと思うんで、まあある程度は予想してたんですが、このウィルカーソン選手の登場と岩崎選手のね、制球型っていうところは少し驚きましたね。というわけで9月19日から最強決定戦来ますが、この16日にもう一回ポジション追加あって、で、それと同時にね、 TS の抑え陣3段4段が来ると思います。で、最強決定戦が開催される19日にもう一回ポジション追加と TS 再臨5段6段と来るんじゃないかなと個人的には思ってます。というわけで今回のね、純正最強決定戦はおそらく S ランクのシリーズ2が4ポジション絡んで、さらにね、 TS の再臨が来たというわけで、当時取り逃した人たちがね、まあ再臨で引いてオーダー強化を図ってくると思う、まあ今までにない最強決定戦になるんじゃないかなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の能力チェック良かったよと思ってくれる方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。